えー、あのトランプ大統領による、まあ、日米安保破棄という言葉があのまが、あ、日本中を席巻したわけなんですが、まあ、ただあの、トランプさんというのはあの、まあ、ビジネスマンであってですねやはりあの発想、交渉するのはすべてやはりビジネスマン的なんですね。ですからこれはあの何か交渉を始めるにあたって、まあ、ビジネスマン的な形で優位に立とうと。 いうことであってね、まあ、国と国との安全保障とか、そういったことをですね、えー、まあ前面に出して物を言ったわけではない。まあ、こんなことすぐにわかるわけですね。あのー、まあ、トランプさん実際、2016年にもですね、この大統領選の時に、まあ、似たようなこと言っております、えー。米国が攻撃されても日本はもう何もしないと。 いうことを言っていたわけなんですが、ただあの、日本はあの日米安保によってですね、えー、あの米国はあの日本の防衛義務、こういうものを一方、一方、日本は米国にあの基地などを提供してですね、まああのまあ、この対照的ではないにしても、まあ、総務的な関係といったものを築いているわけですね。で実際あの、えー、米国政府、 えーまあ、政府あの,の重鎮なども、ですね、えー、日本の,あの、まあ、世界の平和に対するこの貢献、これについても非常に大きなものがあると、まあ、中にあ,の、まあ世界で一番貢献しているだろうという人もいるわけなんですね。まあ、そういったことから、安保の破棄、まあ、こういったことはもう非現実的であるということなんですね。まあ、実際あの、のトランプ大統領の発言の後もですね、 えー、あのアメリカの国務省の報道担当者なども、この火消しに、まあ、あの必死でしたよね、日米関係はもうかつてなく強固であるということで、この日米安保の重要性といったものは非常にあの強調しておりました。まあ、日本でもねあの、菅官房長官などもあの、まあ、同じようなことを言っていたわけなんですが、この点についてはあの、まあ、さほど心配する必要はないわけですけれども、 えー、ただですねあの、日本とアメリカの,この同盟関係、これがのなくなるという可能性については考えておく必要があるかと思うんですね。えー、日本は現在、あのーえー、この専守防衛であるということであの自衛隊が定義づけられておりますね。えー、このしかし、この専守防衛というのは、あのー 考えてみればすぐにわかるわけなんですが、相手の攻撃力に対してですね、えー、防衛するためだけの能力、こんなもので国が守れるはずはないわけなんですね。当然、あのー、圧倒的な、ねあのー、攻撃力を持つ方が有利に決まっているわけです。でそれを上回るためには、まあ、戦士防衛なんていうことは、あのー、やっていたこんな夢物語を言っているんではなくて、ですね、まあ、戦士防衛にするなら、 相手のもう核兵器をはるかに上回るような攻撃力であるとか、えー、核兵器を無力化するような防衛力ですね。えーまあ、レーダーがね、どこまで、あのまあ、レーダーと言いますか、あのバリアですね、えー、これがどこまで機能できるものかということも考えていく必要があるかと思うんですね。まあ、いずれあの、まあ、将来的にはねあの、バリア防衛というのは可能になるかと思いますけれども、 えー、そのためには、やはりあの防衛予算というものはです、ね、戦死防衛にするなら、少なくとも相手の防衛力の数倍以上の兵力が必要になりますので、えーまあ、少なくともまあ現代の4、5倍ぐらい、あのまあ20兆円ぐらいのものも必要になってくるかということも言われておるわけなんですね。で、えー、今回、トランプ大統領のこの日米同盟破棄についてですね、 あのまあ野党のいまあ何を考えているか、まあ、こういったことなんで、共産党の志位委員長ですね、えー、彼はの、まあ、早速、25日に記者会見であの、トランプ大統領がこの私的な、ね、この会話の中で、日米安保破棄、このことに言及したというこの報道に関してですね、えー、彼は、まあ、本当にやめるというなら結構だと、私たちは日米安保条約を破棄するという立場だ。 一向に通用を感じないと述べているわけなんですね。痛くもかくもないということなんですね。もともと共産党というのは日米安保破棄、自衛隊もなくすということを東洋の公約にしておりますので、まあ、こういうコメントになるわけなんですが、えー、これがね日米安保なくなって自衛隊がないと、非武装中立ということですね。えー えそんなことでねの、日本という国が無事でいられるわけがないんですね。この日本の周り、実は敵だらけです。で、信頼とか、あるいは約束とか、そういったものを平気で踏み入れる国家があの複数存在してるわけですね、日本の周囲には。まあ、事実上の、日本の周りの中で、えー、日本の本当の味方と言える国っていうのはもう台湾ぐらいであろうということはあの昔から言われておるわけなんですが、 これはもう、えー、中国だけじゃありません、えー。日本に対して事実上の戦争行為に及んだ韓国。まあ、韓国は昔から日本はあの敵対国家としているわけなんですね、えー。それから北朝鮮もあります、えー。それからさらにもう少し上の方に行けばロシアがあるわけですね。ロシアという国もあの条約というものを守らないで、えー、一方的に日本にあの攻めてきた国ですので、 えー、こうしたあの非常に怖い国が周辺にあるわけですね。で、指揮者の中には、日米安保、非武装中,六中立、こんなことになったらすぐにね、あの尖閣も沖縄も取られてしまうと、まあ、竹島は当然もう今はすでにあの、えー、韓国が実効支配しているわけなんですが、まあ、それだけで済むはずがないんですね。 えーまあ、あの共産党以外にもこの左派系の人たちというのは、まあ、非武装中立、日米安保破棄、えーまあ、当然自衛隊をなくすと、こういうことであの、まあ、国を、ね、守るということは、もうさらさら頭にないわけですね、それで、まあ、守れると思っているんでしょうが、えー、私たちはあのそういった人たちには、日本を任すわけにはいかないわけです。 それであのー、もっとね、文部科学省事務次官の前川喜平氏もね、まあ早速、まあ相変わらずだな <laughs> と思うんですが、えー、やはりこの、えー、反、これはまあ反ね、自民党、反安倍政権の人たちですので、まあ言いたい放題なことをまたこの言ってるわけですね。で、あの、さらにね、あのー、まああのー、 東京都知事、前東京都知事の増田一医ですね。えー、まあこの人の言い分は比較的、あの、まあのまそのとりかなというのはあるんですが、一つの同盟関係が、ね、永遠に続くことはないということなんですね。で日米安保破棄の場合には、同盟の相手を変えるか核武装で独立どこしかないということを言っております。で あのまあ、さらにね、あのこれはまあ増江さんらしいあの言葉なんですが、あの極楽とんぼ日本人に警告するトランプのざる言を歓迎するという極めてまあ現実的な視点でものを言ってるわけですね、えー、やはりあの日本人の目を覚ますには、一つのカンフル剤になるという捉え方なんですね。 あの松添さんはね、東京都知事ののまに、あまあ、これ、当然自宅へ帰ってからですが、一生懸命パソコンに向かって、まあ、ヤフーをこうしていたと <laughs> いうことでね、いろいろなかなか苦しいわけで、まあ、出ておりましたけれども、まあ、私はあの,あのこと自体はね、それほど、ね、あの関心はなかったわけですが、まあ、そう。 ね、いい話題ネタにはなりますけれどもまあね趣味の範囲でやってるよあのよかったわけなんですけども、えー、どっかでね公私混同するものが出てきてしまったっていうのはちょっとあの残念だったかなというようなあの気もいたします。まあ、これはあのちょっと余談だったんですが、えー、この日本のね自衛隊なくして日比谷を中立にすると。 ということはですね、あのまあ、例えば世界に見ればスイスなんかも衛星中立国だとして有名なわけですけども、しかしね、スイスというのはあのちゃんとしたあの軍隊あるわけですね。あの国民は皆開閉制ですから、あのー えー、これ別に戦争放棄しているとか、ですねあるいはそういったあの武器を放棄しているとか、そういったことじゃないんですね。スイスはあの攻撃されたときには、もうあの1日で30万人ぐらい集まりますし、1週間あれば100万人以上の兵員が動員できるわけなんですね。常にそういう体制を取っております。あの非武装中立ということじゃないんですよね。 あの、実際、あの、日本でね、言われてるヒグソ中立っていうのは、あくまで、あの、軍事力一切なくしてしまう、当然武器なくすわけですね。自衛隊もなくす、武器もなくす。日本を守るものはもう何もないということになるわけなんですが、あの、まあ、スイスのようにね、周辺山に囲まれて、あの、目立った敵もないという条件のある国だからこそ、できる方策なんですね。まあ、日本のようにね、あの、周囲を敵に囲まれているような状況でね、 あのー、西米安保破棄自衛隊もなくす、非武装中立。いや、こんなね、こと、の外国行って私話を聞いてね、こんなおめでたいこと言ってる人たちっていうのはもうどこにもいないですよ。あのー、おめでたいっていうのはね、逆に私がそういう人たちは本当におめでたいということは聞くばかりです。聞いていてね、あのー、まあ、同じ国に住んでる本当本当に恥ずかしい思いするわけなんですね。 これほどあの、ね、危機意識がない人たちがなぜこんなにたくさんいるのかなということは、それからあの非武装中立ということについてですね、あのまあ、戦わずしてということについては、ずいぶん昔になりますがあの、ロンドン大学にいたあの森島道夫という教授がいたんですね。 非常にあの私もこれ、学生時代からねあのこの、この人の論文やなんかっていうのは素晴らしいものがあって、いや本当に高知な論文なんですよね、書かれると。やはり、主催の中の主催だなっていう感じなんですが、この人がね、日本のこの安全保障について話すのを聞いたことあるんですが、この時にね、あのもし責められたらね、 威厳を持って堂々と幸福すればいいと、戦わずして。えー、そういうことをあの言っていたわけなんですね。で、まあね、あの、確かにね、何も戦わないで済むのが一番なんですが、えー、威厳を持って幸福って一体何なんですかと、えー、そんな幸福があるんですかということなんですね。で、実際、あのー、異民族にね、 よって支配された国がどうなるかっていうのはね、非常に悲惨なものがあるわけです。特に、あの、ある特定のね、あの、人たちによって支配されたことを日本はあるわけですね。過去。古い過去にもありますし、近代でもあります。非常にも残虐で悲惨なものなんですよ。えそういうことがあの間違いなく起きてきます。で、こういったことはね、起こしてはならないわけですね。 そのために戦争をなくすにはどうしたらいいかということを考えていかなければならないわけで自分たちがこういうふうだから相手もこうだろうと、ね、あの日本人は本当に人がいいですからあの話せばわかるとかそういうことは全くもありません。あの比較的ねあの日本人の考え方が理解されやすいっていうのはやはりあの、まあ、アメリカ人っての比較的わかりやすいんですね。 アメリカ人とかのヨーロッパ人も比較的わかりやすいです。あの価値観が共有できることも多いんですよね、あの彼らとは。あ,のまあ人種的にね、あのかなり近いなっていうことはよく感じるんですが、まあ、今ではね、アメリカでもフランスでも、あのどこの国の女性一番好きだというと、日本女性という人があの圧倒的でね、あのどっちも一番好きなのが日本人女性になってますけども、 あのまあ、それぐらいう具合にね、あの比較的というか、えー、評判はすごく本当にいいんですね、中でいろいろ話を聞いてみますと。えー、それから最後にですね、あのちょっとお伝えしていきたいことあるんですが、まあ、以前、安倍さんがですね側近だけにね、あのぽそっと語ったことがあるんですが、ちょっと名前はね、相手の名前出せませんけども、うんまあ、誰々さんは、彼はね、 あの日本侵略しかねないということのはっきりおっしゃっておりましたね、えー、それを守るためにはどうするのかまあこういうことなんですね、えー、このことをお伝えして今日はあの終わりにしたいと思います皆さんはどう思われましたかご視聴ありがとうございましたまたお会いしましょうチャンネル登録し